皆さんこんにちは、ガジェットジェットのゆけです。本日は PS5 の回線速度を圧倒的に速くする設定方法をご紹介していきたいと思います。僕の家の回線はもともとそこまで速くはなく、フォートナイトをダウンロードするときに十数時間かかりました。これはいろいろなソフトを今後ダウンロードしていく上で僕の中で死活問題になってきます。皆さんにも少しでも速いネット速度の設定方法を共有したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。もし他にもこんなことしたら速度もっと上がるから検証してなどの知識をお持ちの方はコメント欄に書いていただけると嬉しいです。今すぐチャンネル登録と高評価をしてほしいところですが、この動画を最後まで見ていただき、少しでも分かりやすいと思ったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは始めていきましょう。まずですね、今ご使用のインターネット速度がわからないことにはこの検証は始まりません。まずは今お使いのネット速度を PS5 上で簡単に測定する方法がありますので、そちらをご紹介していきます。まず設定を開いてネットワークを開きます。そして接続状況を開いてインターネット接続を診断、そして診断を開始をクリックします。するとこのように測定が開始されます。一番下の通信速度という部分が通信速度になります。はい、結果はですね 59.1Mbps という結果になりました。これかなり遅いですよね。まあ一応目安にはなるんですが、人によって意見は分かれるんですが、まあ、100Mbps ぐらいあれば大容量のゲームをダウンロードした時もストレスなくダウンロードできると言われています。このように Wi-Fi が遅い原因の一つとして、今つなげている DNS サーバーが原因の一つであることも考えられるんです。契約しているプロバイダーが DNS への投資をあまりしていなくて機能的に貧弱な場合は、混雑が発生しやすくなったり不調が発生しやすくなったりするんです。その自動で設定されている DNS を手動でパブリック DNS にすることによって通信速度が速くなるケースがあります。パブリック DNS にはご覧のような種類があります。この中からいろいろ試して自分の通信状況に合った DNS を選択することをお勧めします。このようなパブリック DNS を設定することによって通信速度が速くなるっていうメリットもあるんですが、セキュリティの強化というメリットもあります。なので皆さんにはこちらのパブリック DNS を設定することを強くお勧めします。それでは設定方法と通信速度の検証に移りましょう。まず設定を開きます。ネットワークを開いて設定に移ります。インターネット接続を設定をクリックします。今つながっている Wi-Fi にカーソルを合わせてオプションを開いて詳細設定を開きます。そうするとこの画面になるので、まあこの辺はそのままで OK。 そして DNS 設定を自動から手動に切り替えます。今回は Google の DNS を使うのでプライマリー DNS を 8.8.8.8 に設定します。でセカンダリー設定の方を 8.8.4.4 に設定します。プロキシサーバーは使わない。 MTU 設定は自動のままで OK です。全ての設定が完了したら OK を押します。そうすると自動的にアクセスポイントに接続します。で接続が完了したらもう一度診断をしてみましょう。はい、結果が出ました。 69.6Mbps なので、先ほどの 59.1 よりは格段に上がりましたね。まあやっぱり自動に設定するよりは早いという結果が出ました。はい、今回は Google の DNS サーバーを使って検証しましたが、その他に SafeDNS を使っても検証しました。 SafeDNS を使って検証した結果がこちらになります。SafeDNS を使った結果は 80.1Mbps 出てたので、うちにはこれが一番合ってるなと感じました。このような感じで皆さんも様々な DNS を使っていろいろ検証してみて、自分のネット環境ではどの DNS が最適なのかを検証しつつ使ってみれば、もっと快適に PS5 ライフが楽しめると思います。この動画が少しでも参考になったよっていう方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけでした。